皆さんこんにちは、濱家の池本です。本日ご紹介いたしますのはこちら、オークリーのスポーツスペシフィックモデルの最新作、2枚レンズタイプのバイスフィアというアイテムを本日はご紹介いたします。1枚シールドレンズのアイテムで、スフィアという最新作のアイテムがあるんですけども、そのアイテムのデザインをベースにしながら2枚のレンズにして作られているというのが、このバイスフィアというアイテムの特徴になってまいります。もともと定番人気モデルの2枚レンズタイプのアイテムで、このフラッグ 2.0 というアイテムがあるんですけども、それの、後継モデルの最新作として登場しているのがこのバイスフィアというアイテムになります。今年2024年パリオリンピックがありますので、そのパリオリンピックのために作られたというのが、この最新作のバイスフィアというアイテムになってまいります。また先ほどのフラッグ 2.0 を視界を広げているというアイテムで、このフラッグ 2.0XL というアイテムがあるんですけども、この XL のアイテムよりもさらに 17% 視界を広げているというレンズを搭載したアイテムというのも、このバイスフィアというアイテムの特徴になります。2枚レンズタイプでレンズ交換も可能になっていて、度付き純正度付きレンズも予定されているというアイテムなんですけれども、ベースになるスフィアというヘルメットと同時着用して、さまざまなスポーツで使えるようにデザインしているというアイテムを2眼レンズタイプにデザインし直したというアイテムになります。このテンプルにかけてのデザイン、このリムの上部、リムのこの部分のデザインは、スフィアというアイテムと共通のデザインになりながらも、より使いやすいようにシンプルに作りながらも、どこかエレガントさも感じさせるような、立体感も感じさせるような作りになっているというのも、このアイテムの特徴になります。個人的にお気に入りのポイントが、ここの突起状のデザインのここですね。ここのデザインが見え隠れするような形で立体的に作られていて、正面からは隠れるんですけれども、角度によってこの突起状のデザインが現れるという、かっこいいデザインになっているというのも、このアイテムの魅力になってくるんじゃないでしょうか。また、今までのフラッグ 2.0 と比べるとですね、ノーズのこの部分が高く作られています。フラッグ 2.0 ですと、ここの部分からノーズボムのこのアンオブタニウムの、ラバー系のノーズがついているんですけれども、今回のバイスフィアに関しましては、土台が高く盛られていて、その上に同じノーズパーツがついておりますので、今までまつげが触りやすいなという方や、頬骨が触ってしまうという心配されていた方でも安心して、広い視界が得られるサングラスかけられるようになったというのも、このバイスフィアというアイテムの魅力になってくるんじゃないでしょうか。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。まずはこちらの方、マットブラックのフレームにプリズムブラックポラライズドという偏光レンズが搭載されているアイテムになってまいります。ベーシックに使えるスタンダードのアイテムになるんですけれども、やはり使い勝手のいい、ベーシックモデルのアイテムになります。ミラーもついていて、イリジウムコーティングがされているレンズで、一番ベーシックに使えるアイテムになっているんじゃないでしょうか。かっこいいアイテムですね。この視界の広さ、そして掛け心地の良さ、頬骨が触ってしまうという心配もなく使っていただけるんじゃないかなと思いますので、非常に魅力的なアイテムになります。スポーツはもちろん、ライフスタイル普段からも使っていただけますので、本当にプロレベルの方から、ライフスタイルでちょっとジョギングに使うとか、そういった、軽く使っていただくような仕様でも使いやすいアイテムになっております。男性女性ともに提案しやすいアイテムになっているというのも、このバイスフィアというアイテムの魅力になってくるんじゃないでしょうか。他からもご覧いただきたいと思います。今回入荷しておりますカラーで、こちらの方、マットホワイトとプリズムフィールドというカラーの組み合わせのアイテムになっております。このイリジウム、レッド系のイリジウムが非常に魅力的なカラーのアイテムなんですけれども、明るい視界が得られるアイテムで、かけると気持ちを上げてくれるような、ちょっと気合が入るぞというような、戦闘状態に入れるというようなアイテムになるんじゃないでしょうか。なかなかかっこいいカラーの組み合わせのアイテムになるかと思います。こういったスポーティーなカラーを好きな方に非常に魅力的に感じていただけると思います。そして、こちらの方、個人的に気に入っているカラーで、スティールという、どこかメタリックな質感のアイテムになります。レンズはプリズムブラックの
連動搭載しているというアイテムになるんですけれども、かけてみますとこのように落ち着きを感じさせつつも使いやすいバランス、洋服も選ばずに使っていただけるのかなというところもなかなか魅力的なカラーに仕上がっていると思います。実際にフラッグ 2.0 との掛け比べもご覧いただきたいと思います。新しいバイスフィア、非常にレンズ広いなというふうに感じることもあるかなとは思うんですけれども、今の時代のサングラス結構大ぶりのものが増えてきておりますので、それと比べますとフラッグ 2.0 非常に使いやすいアイテムではあるんですけれども、やや細身のアイテムに感じられるんじゃないでしょうか。そしてこのフラッグ 2.0 と同等のアイテムで、こちらの方 XL というレンズの広いアイテムですね。こちらの方も十分に広いアイテムではあったんですけれども、さらにこの XL と比べましてもバイスフィアはさらに視界が広いアイテムになります。視界広いのアイテムではあるんですけども、レンズシェイプは非常にスタンダードなレンズシェイプになっておりますので、とても使い勝手のいいアイテムに仕上がってるんじゃないでしょうか。なかなかかっこいいフレームに仕上がってるかと思います。個人的にも今季一押しのアイテムになっております。本日ご紹介させていただきましたのは、パリオリンピックのために用意されたという新しいスポーツスペシフィックモデルの最新作のスタンダードモデル、バイスフィアというアイテムを本日はご紹介いたしました。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。